こんにちは、鶴巻真希です。力添え初心者のための PLC シーケンス講座は私鶴巻真希がお送りします。今回もラダープログラムの小技についてお話ししていきます。3回目のテーマはデータレジスタのビット指定と桁指定についてです。今回の解説内容はこのようになります。ビット指定とは、直接ビット指定について、メルセックシリーズの桁指定について、この3つの項目について解説しましょう。まずビット指定とは何かです。数値を扱うワードデバイスにおいて数値をビット化して処理を行うことです。例えば16ビットデータレジスタ D では表面上は数値を扱いますが、実際のレジスタの中身はビットのオンオフの情報となっています。これを二進数と言います。この二進数を計算すると1691という数字となり、 PLC のデータレジスタとしては1691という数字を扱うことになります。実際には数字ですが、0から15ビットまでの16ビットのオンオフ情報を取り扱っていることになります。桁指定とは X、Y や M などのビットデバイスのオンオフ情報を数値化したり、データレジスタ D や W などの数値を X、Y、M などのビットデバイスに置き換えたりします。ビット指定とはデータレジスタのビットを直接指定できます。電動アクチュエータやサーボドライバーなどフィールドネットワーク機器を使用する場合は、このようにビット指定で制御を行う場合があります。ではまずビット指定についてです。数値を扱うワードデバイスにおいて対象のビットを直接指定することができます。その場合 D10.0 や D20.5 などというように表記します。ドット以下はビットとなり、 D10 の0ビット、 D20 の5ビットという指定になります。 D の他に W でも使えます。これはメルセック、キエンス KV シリーズも同じです。メルセック FX シリーズの場合は FX3U、FX5U シリーズ以外はビット指定できません。では次にメルセックシリーズの桁指定について説明します。メルセックの桁指定は K4Y0 というように書きます。メルセックの場合 K は乗数ですが、この場合は4ビット単位のビット指定で使えます。この場合は K4 ですので、4ビット ×4 で16ビットを意味します。では実際にラダーを見てみましょう。まずタッチパネルソフト GTWorks さんで数値入力窓を作りました。この窓の割り付けを D10 にします。次にラダーの方ですが、先ほどと同じラダーです。ではシミュレーションでプログラムを動作させてみましょう。まずタッチパネルから数値を入れてみましょう。100を入れてみます。するとラダーモニタでは D10 と K4Y0 の下に100と表示されました。これで100という数字が Y0 から16ビットですので、 Y0 から Y0F までの16ビットに入力されたことになります。しかし Y はビットデバイスですので数字ではありません。そこで Y0 から Y0F までのオンオフの状態を見てみましょう。まずはデバイス一括モニタで見てみます。 Y0 を指定しています。ここで1になってるところがオンしているビットです。2ビット目、5ビット目、6ビット目がオンしています。2ビット目は重み付けで4、5ビット目は32、6ビット目が64ですので 2+32+64 で100となります。2進数から10進数の変換がわからない場合はブログの数値の表現という糧を見てくださいね。もう少しわかりやすく見てみましょう。ラダーで Y0 から Y0F までを A 接点でつなげてみました。すると Y2、
Y5、Y6 がオンしているのがわかります。では、逆もやってみましょう。今度は、スイッチを8つ並べ、M0 から M7 を割り付けています。ラダーの方は、今度は8ビットですので、K2 M0 を D11 に転送するプログラムです。スイッチを押すことにより、数値表示窓に数字が出てきます。では、先ほどと同じで、2ビット目、5ビット目、6ビット目をオンにしてみましょう。今回は、Y ではなく、M を使っていますので、M2、M5、M6 です。はい、100になりましたね。数値をビットデバイスに置き換える、または、ビットデバイスのオン・オフを数値に置き換える。これが、桁指定となります。ご視聴ありがとうございました。この動画の関連ブログは、こちらの URL へどうぞ。YouTube をご覧の方は、URL の部分をクリックしてください。あ、でも、その前に、チャンネル登録、お願いしますね。ニコニコ動画で、ご覧の方は、マイリスト登録お願いします。それでは次回また会いましょう。